どうも、キッシュタワーズ大輝です。今回ですけども、またまた大阪のケーブさんの方に遊びに来てます。今回は韓国のブランドアーダーエラーが入ってきたということで、お買い物をしていきたいなと思います。それでは早速いきます。結構もう店内の奥の方から今回スタートなんですけど、今回も金戸田さんに接客していただきます。よろしくお願いします。アーダー、はい、アーダーエラー待望ですね。結構ファーストデリバリーが3月のファーストが2月あ、2月でしたっけ、27ぐらいです。細かいの1個挟んでもう全2回でほぼラインナップとして入荷した感じです。はい、で、今回は最後のデリバリーで、スレッドとか、ちょっとね、そのあったかくなってきてるからどうかなと思ったんですけど、最近ちょっとあ、そうですね、それでスウェット類とかもすごい勢いで伸びていってるんですね。僕も今回スウェットを狙って、遊びに来たというか買い物に来たという形になってますね。スウェットの他には何かおすすめとかありますか？スウェットの他、はい、スウェットの他で他はシャツ、ジャケット、はい、おすすめはこれなんですけど、ね、あ、こちらですか、はい、これやばいっすね。本当におすすめなんですけどね、トレンチコートでパンツがくっついてるんですけど、はい、他にはない商品、あと今回結構、はい、リフレクターがついてるシリーズが、このジャケットと、このパンツがセットアップで一応なるんですけど、ですね、スラックスのサイドにリフレクターですね、はい、でこのジャケットもそれにリフレクターがついてて、なんかリフレクター素材がいっぱいあるんですよね、そうですね、このジャケットもそうですね、ジャージもそうです。ああ、プーマとのコラボのスニーカーもリフレクター素材結構ついてましたよね。多分なんか推しというか推してる、でも世界的になんか今の多分全然余談ですけど、はい、他のブランドもリフレクター使ってるものが多いんですよ。確かにそういう多分タイミングだと思います。唯一 T シャツで残ってるのがこれですかね。はい、ロゴの T シャツ。こう生地も時間は結構厚めなんで、厚めですね。これもなんか本当にスウェットに見える感じはしますね。身幅広くてみたいな。サイズはフリーですね。今回はタグがついてますね。なんかスウェットにもこの同じようななんか仕様がありましたよね。左肩の方に、左かな？右か。これですか？あ、そうですね。はい、このダーツの取り方がね、面白いんですよね。すごいですよね。すごいとこ取ってるんですよ。こう最初なんか写真でしか見てなかったんですけど、かなり作り込まれてて、実物見てどんどんワクワクする。そうですね。ポコッと、なんか結構来た時にこうちょっと丸みが出るような素材の作りになって、作りになっててっていう感じですね。で、真ん中にちっちゃくスウェットとか、あとデザイン違いでこのスウェット、このスウェットもあるんですね。はい、これがいわゆるこの T シャツと同じような感じでロゴが入ってまして、はい、で。そうですね、これは。あ、後ろに立てる、はい、これ、あれですか、剥がせるやつですか。これそうなんですよ、これをこう剥がすと中にジーが入ってる、はい、あ、そうなんです、買った人にしか分からないです、ね、そうなんです、ね、結構今回その面白い仕掛けがいろいろあって、はい、多分このタグのこのブルーの中になんかナンバー入ってるんですけど、はい、それ公式サイトで入れると本物か偽物かも分かるんですよ。あ、そうなんですね、はい、まず一発目はスウェットから着たいなと思います。何で笑ったんですか今、はい、ここに今色ないんですけど、僕はもう予約でもう購入する予定のものがあって、そちらのスウェットを着たいなと思います。ということで着てみました。いや、なんか僕思ってたより大きいですね。これでサイズ2を着てますね。腕周りはもうかなり太めなんです。そうですね、先ほど言ってたダーツの取り方とかでかなり立体的な仕様になってますね。僕この黄色にグレーのパンツ合わせたいなと思って今回グレーのパンツ持ってきたんですけど、はい、ちょっと細すぎないですか若干。多分若干そうですね、はい、もうちょっとゆったりしたグレーの方が、いや、もしこの細さで行くんでしたら、はい、もっと多分丈が若干クロップドぐらい上がってたらもっといいかなと思うんですけど、そのバランスで言うとちょっと若干丈が多分気になるぐらいです。太さは多分いけるんですけど、でももうちょっと太いパンツでも全然合いますけど。ちょっと下もなんかアーダーのアイテムで1個合わせてみていいですか。あ、いいですよ。
まあ、多分合うのはスラックス系は全然合うんですけど、はい、入るかな、はい、ウエスト細かったでしょ。あ、ウエスト細いです。75とか6とかでいけます。ただ多分あ、これですね、はい、これエプロン付きのスラックスなんですけど、これじゃあ一緒に着て合わせてみていいですか。はい、はい、履いてみました。ちょっと先ほどのエプロン付きのグレーのスラックスちょっと入らなかったんで、そうですね、先ほど言ってたあのリフレクターが付いてるスラックスですね、ちょっと太めのスラックスに変えることで結構バランスが取れてる気がします。全然変わりますね。すこれこのパンツもここにダーツ入ってるんですね、はい、ここです。ここにも入ってます。ちょっとでこれにあのフレンチコートを着てみていいですか。いいですね。このこっちですか。あ、そうですね、こっち、はい、ということでトレンチコートを着てみました。あの先ほどのスウェットもかなり大きかったんですけど、その上から着ても全然こう窮屈さがないぐらいオーバーサイジングなトレンチコートです、はい、フリーサイズだそうです。これでフリーサイズなんです、ね。まあ、着方としてなんかよくある感じでちょっとこう、はい、あ、肩のく、うん、後ろ目ね、はい、やってもらっても可愛いですよね面白い。パンツの前に出てきてるなんか全然着れないんかなと思ったら全然いけますね、はい、いや基本形はまだあのちょっとベーシックなトレンチのいわゆるこのエポーレットの部分にうまいこと通してる感じなの正直全然感覚はあのよくね肩掛けでね、はい、あのカーディガンとか、はいはい、その上ニットとか巻いたりするじゃないですか、はい、まあ、それをパンツ巻いたみたいな感じ。パンツ巻いてですね、はい全然違和感ないですね、着てる分に関しては。そうなんですよ、後ろから後ろから見たらあいつやべえ、ね、パンツがパンツから下がってんのそれはまあそれでね面白いね、いいですけどね、後ろ姿で一つインパクトあるっていうのは、うん、いいですね。このバランスすごくいい気がします。黄色とそうですねトレンチでグレーのスラックス。続いて他にもねいくつか着させてもらいたいと思います。あ、そうですね、パンツ今履いてるんでセットアップのジャケット着てみたいと思います。はい、ということでパンツの上のジャケットも一緒に着てみました。あれですね、いわゆるお父さんジャケットみたいな。そうですね、昔の本当に古着で、まあ、ありそうなような感じのところですね、うん、ただなんかその中でもこれもそうなんですけど、はい、ダーツで、あ、そうですね、入れてる、ここに入ってますね。結構後ろも変わってますよ。後ろも変わってるんですか。サイドはここに入ってるんですよ、ダーツがですか。で、サイドにリフレクターが入ってると。今回の入荷分なんか今までの入荷に比べてすごく値段があるんで何が違うんだろうと思ってたんですよ。これ2足張り合わせてるそういうことですか、はい、本当にそういうことなんですよ。写真じゃ全然分かんなかった。こっちも入れれますし、あ、どっちも入れれるんですよ。1個で2足ってことですね。そうなんですよ。なんであの値段が倍になってたってことですね。そうなんですよこれはね見ないと分かんないですよね。すごい面白いですね、はい、この考えはすごいな面白いですね、うん、結構やっぱギミックが効いてるというか、やってることはすごい面白いことが面白いの多いですね、はい、このカバンもそうですよね、めちゃめちゃ面白い。バッグ、はい、あ、これもそうなんですね。なんか普通のナップサックだと思ってたんですけど、一応ねワンショルダーでこれかけるやつなんですけど、はい、この母体になってるデザインが、はい、いわゆるスーツのガーメントケース、はい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 、あの持ち運び用のスーツケースと一緒なんですよ、はいはいはい、ああ、はいはい、普通なんかそうですね、ハンガーのまんまスーツかけて、はい、でこうやるやつなんですけど、はい、まあ、それをミニチュアにカバンにしてちゃんと書いてるっすね。書いてるっすね。でも実際はここで止まるんですよ。あ、じゃあそこを繋がってはないですね。繋がってはないですね。じゃあ入れられないって感じで。そうですね。だからこっちの上とこっちの上から荷物入れて、まあ、両面に物が入れるような感じなんですけど、で手持ちとこのショルダーと、はい、っていう感じで。面白いですね。面白いっすね。キャップ、ジャージ、デニムもあるですね。はい、デニムもそのカーパッチのところなんですよね、外せるんですよ。それこれも外せてここになんか書いてあるってことですか。そうですね、買った人にしかわからないみたいな。そうですね、まあ、今回初めてその入れた感じなんですけど、はい、実際はやっ
ぱり県外のお客様とかも、まあ、実物をその韓国まで行かんと見れなかったのが見れるっていうところで、はいはい、結構見に来ていただいたり。そうですね、はい、確かに今までどうですか、ね、実際見てもらったね、やっぱそうやって面白い、面白いんで、ついつい買ったくなりますね。わかりました、ありがとうございます。いえいえ、それしたらこちらのスウェットをいただきたいと思います、はいはい、そうですね。